若手でね、高井戸さんに的に特に期待している選手はいますかっていうことですけれども、どうでしょう。まあ僕はやっぱり一番可愛がってたっていうか、こう思いも強いし、彼のこういろんな様を見てる、はい、まあしげちゃんがね頑張ってくれたらいいなっていう。なんか今若い選手がもうどんどん出てきてるから、北村もそうですしね、松原も初ヒットをして、うん、おめでとうのメッセージは伝えましたけど、でもまだまだ技術不足でっていうようなことは言ってましたけど、まあそういったこう若い選手がどんどんね、まあ湯浅もねすごい活躍もしてたし、そうですね、湯浅、山下、山下がね期待してるんですけどね。ねえ、もうあとあれですよね、あとまだいますよね、いっぱい、山本くんとか。あ、安ですか。はあ、安も可愛いですよ結構ね。え、いっぱいありますけどね、ずっとここに汗かいてますからね。だこの辺り本当に競争なんですけど、でもこう絶対的にレギュラーを取るっていう選手が出てこないところがジャイアンツのちょっと心配なところでも正直あるじゃないですか。心配です。ですから先ほど言った、うん、吉川尚輝が筆頭だと思うんですよね。